東口ホーム。階段の手前側に1番ホーム、奥に2番ホームがある改札梅島駅は、東京都足立区梅田7丁目にある、東武鉄道伊勢崎線の駅である。東武スカイツリーラインの愛称区間に含まれている。駅番号は、TS12。島式ホーム1面2線を有する高架駅。用地幅が狭いため、北千住寄りに上り、ホーム、 西新井よりに下りホームが一直線に配置された変速タイプである。観光線にのみホームがあり、その外側を急行線が走っている。階段、エレベーター、エスカレーターは上下両ホームの間にのみ設置されている。この場所は両ホームにおいて最後部車両が到着する場所のさらに後方に位置しているため、当駅利用者は常に進行方向から見て、 最高尾の車両に集中しやすい傾向にある。高架化が完成した当時は上下ホームが完全に分離されていたが、1996年に改修工事が行われて、エレベーターとエスカレーターが設置された際に、両ホームが一体となり、上下ホーム間の行き来が可能になった。高架化前は二面二線の相対式ホームを有し、駅舎が上下ホームで独立していた。駅で入り口は、 旧日光街道に面している。トイレは1階改札内にあり、ユニバーサルデザインの一環として車椅子、オストメートなどの利用に対応する多機能トイレも併設されている。1階は改札口及びコンコースになっており、校内には書店が出店している。改札外には ATM が設置してある。当駅と西新井駅の間に、下りは観光線から急行線へ、 上りは急行線から観光線上の片渡り線が整備され、2020年6月6日、ダイヤ改正より TH ライナーが使用している。この設置に合わせて、信号機の配置も見直されている。2020年度の1日平均乗降人員は28,961人である。近年の1日平均乗降人員、乗車人員の推移は、下表の通りである。 区中央部に位置する足立区役所への最寄り駅でもある。区役所は東へ、徒歩約10分。梅島駅梅島駅入口エルソフィア、足立梅田町。ありがとうございます。